皆様こんにちは。三菱 UFJ アセットマネジメントの熊瀬川です。日頃より EMAX Slim シリーズをご愛顧いただきありがとうございます。おかげさまで Slim シリーズは投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤー2022において多くのファンドが受賞いたしました。その Slim シリーズで約4年ぶりに新ファンドを設定いたしました。その名も EMAX Slim 全米株式。本動画では開発に携わった私から当ファンドの魅力についてご紹介させていただきます。 EMAX Slim 全米株式は MSCI USA インベスタブルマーケット指数配当込み円換算ベースの値動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 MSCI USA IMI とは大型株、中型株、小型株を対象に米国株式市場の時価総額約 99% をカバーするよう設計されている指数です。多様なラインナップを揃えるスリムシリーズにおいて当ファンドと同様に米国株式を投資対象とするファンドとして S&P500 指数の値動きに連動する投資成果を目指す EMAX Slim 米国株式 S&P500 があります。全米株式と米国株式 S&P500 それぞれどういった特徴があるのか、2つの指数の違いをご紹介します。一番の違いは S&P500 が主要産業を代表する500社程度で構成されているのに対し MSCI USA IMI は大型株から小型株まで投資対象としている点です。2023年8月末時点のそれぞれの組入れ状況を見ると S&P500 は503銘柄、 MSCI USA IMI は2461銘柄で構成されており、このうち大型株は293銘柄、中型株は335銘柄、小型株は1833銘柄に分類されています。サイズの分類はあくまでも各指数算出会社の基準によるもので定義の違いによる差はありますが、 MSCI USA IMI は時価総額の小さい銘柄も多く含まれていることが分かります。また MSCI USA IMI は米国株式市場の時価総額約 99% をカバーするよう設計されていますので EMAX Slim 全米株式だけの投資で米国株式全体の値動きを享受できます。MSCI USA IMI のパフォーマンスはご覧の通りです。およそ30年で約15倍に上昇しました。実際に投資をご検討される際にはコストが気になりますよね。 Slim シリーズは業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続ける、こちらをコンセプトに掲げています。もちろんEMAX Slim 全米株式もとことんコストにこだわりました。EMAX Slim 全米株式の購入時手数料は0円。信託報酬は税込み年率 0.09372% と低コストでご投資いただけます。これまで米国大型株式を中心に投資してきた方の日本におけるトピックスのように市場を広くカバーする米国株式のファンドがスリムシリーズで欲しいといった声にお答えするべく、どのようなファンドが提供できるのか、さまざまな議論を進めてまいりました。投資信託を通じてより良い未来づくりに貢献したい、そういった思いのもと、大切なお金を投資していただく投資家の皆様に自信を持ってご提供できるファンドになったと考えます。これまでの EMAX Slim 米国株式 S&P500 では投資できなかった時価総額の小さい銘柄までを広くカバーしている EMAX Slim 全米株式は、これから米国株式投資を始める方にはもちろん、すでに米国株式を投資対象とするファンドをお持ちの方の新たな選択肢としてもご検討いただけると思います。ぜひ EMAX Slim 全米株式をよろしくお願いいたします。
的特色、投資リスク、ファンドの費用等については画面を一時停止してご確認ください。